暗殺された歌舞伎俳優がヤバすぎる市川團十郎、市川海老蔵の先祖で江戸時代歌舞伎の頂点を極める。しかし劇中同僚によって刺殺された。大奥と関係を持ったため江戸幕府によって抹殺されたと言われている片岡仁左衛門。大人気歌舞伎俳優であった片岡仁左衛門65歳とその妻26歳が住み込みの少年に薪割りで殺害された。戦後食料が足りない中、少年の配給された食べ物を強奪した恨みからであった。